逆に今の流行りって何なんでしょう今の流行りって逆に何なんですか。今の世代の人はなんか流行りとかをなんかどうやって拾ってるんですか。そういう、いやでもなんかもう違うのかな、そもそも。今 TikTok か。 TikTok ね、ちょっと勉強したけどね。そう、今 TikTok か。今 LINE で連絡じゃなくてインスタで連絡を取るって話をテレビでしてた。嘘でしょ。さすがに LINE です。さすがに LINE ですって。インスタで、インスタなの、インスタなの。今私すごいびっくりしてるんですけど、そうなの。なんかもう住んでる世界が違うな。女子高生の方々ってそうなんですか。そうなの。ちょっとわかんない。私女子高生になりたいと思いつつなれない人間だからさ、そう。女子高生になりたいという、怨念が生まれた結果の化け物みたいな。そんな感じのところ私あるから、そう。インスタの方が気軽に連絡できる？すごい！マジで！ちょっと待って、マジで！本当に、現役JK の人ってそうなんですね。はぁー。これはやっぱ私勉強しないとダメだな。これ私勉強しないとダメですね。今ってもう、そういう世界か。今ってもうそういう世界なんだ。はぁー。皆さんこれはもう大変なことですよ。いや、インスタやってないからな、私。何を投稿したらいいのか分かんなくてさ。始めたとして。インスタは写真を載せるものっていう古のイメージが拭えていない。いや、私もそうですよ。私もそうですよ。自分はイラストを上げている。投稿しないでストーリーばっか載っけてる。そうなの。インスタはほぼストーリー。そうなの。ストーリーって、だからあれですよね。すぐ消えるやつですよね。そうなんだ。ちょっと、エニーカラーさん。なんでこういうことをアカデミーのうちに教えてくれなかったんですか。アカデミーのうちにこういうことを教えてくださいよ。ちょっと、